じゃあ皆様、お待たせいたしました。ハインドルグループです。先ほどあの説明していただけましたようにですね、神奈川初参戦での、ライストリートの説明を受けたんですけれども、はい、朝からまあご存知の通りの大雨で、最後は朝日テラスっていうところが出てきたんですけど、15時からちょっと始まる予定だったんですけど、14時半ぐらい中止ですって言って、ただのグルメツアーになってしまったという状態だったんですけど、本当にあの、ビデオプロジェクトさんですね、ご講師で、少しお時間をいただいて、少しでも特席を残させていただけるということで、非常に ありがたくと思っています。少しのお時間をいただきまして、聞いていただきましたと思います。私どもはですね、オリジナルのフュージョンをやっていまして、それなりに、楽曲のクオリティはともかく、面白い曲を、やれている、そういう一応ですね、軸をしておりますので、途中ちょっとこうなのかなと思ってたのですけど、違う曲出てきたのかな、何者みたいな、そういうところをちょっとですね、楽しんでいただければと思います。それでは、まずですね、ピンクアトラップという曲を。Thank you.
私が路面電車の、を見ながらですね、パンプラ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 ンプめちゃめちゃ緊張しております。いや、マイクをつける通りがすでに忘れてる。あ、生音でも、生音でも全然大丈夫。そういうことだね。はい、わかりました。はい、もうどんだけ上がっとるんですか。いや始まった瞬間にあ、マイクだよ。すみません、ちょっとそっから忘れ物対応。忘れ物対応。はい、いや、先ほどね、朝宿で起き上がれなかった人の代表がこの日本酒だ。日本酒やばいね。はい、美味しかったです。いや、もうこれでちょっと緊張がほぐれたと思うんですけど、薄いです。いやいや、ベースは川島です。彼はですね、いろいろオールラウンドプレイヤーなんですけど、軸足はロックなんですよね。はい、ハードロック、プレイヤーでございます。なので、でもなんかというと、バリバリだったりする、大変器用な人です。でもね、僕らはそんなフレキシビリティないので、藤山通りですね。さっきの曲だと、転調なんですけどね、やりながら、もう、大変な状態ですけどね。はい、そんなことを気づかれないようにすることが大事なんです。オンベース、川島敦。ご存知、ドラム、高井直です。それでは、ちょっと面白い曲と思ってですね、少しアップテンポの曲を、次に用意しました。カレイドスコープという曲を聴いてください。
ありがとうございます。カレードストームという曲で、6拍子で、まあ、ちょっと普段飲むばかりということなので、結構見外しやすいんですけど、はい、すいません、はい、で、まあ、ここで終わるんですかっていうタイミングでこの曲終わるので、まあ、専門用語で何秒間という言い方をしてるんですけど、まあ、なんでしょうね、途中こうわけわからなくなって戻った時の階段とかですね、こういう終わってないんちゃうかという終わり方とかですね、そういうのもポイントになると良さだったりします。では、メンバー紹介をしますね。はい、簡単と貴重な時間ですので、はい、その貴重な時間を使ってちょっとしょうもない説明をして次の曲はですね、カッチーワっていう、カッチーワ、CATSINA というですね、検索すると南アフリカにそんな地名が出てきますが、といった関係があってですね、Facebook でですね、ある日、カッチーナさんからトレンドの申請が来たんですね。で、怪しいやつかなと思って見たらですね、写真がないんですよ。で、女性って書いてるんですね。で、女性で交換用にこんな状態の影みたいなのを見て、その人のカッチーナ、エルドカッチーナ、誰、どんな人みたいな妄想がすごく膨らんでしまって。で、なんかこう、そのミステリアスな響きからですね、イントロがってきて、ちょっと聞いておいてもらって、かっこいいなーって言って、それさえ分かってもらえば、もう成功で、当然なんですけど、それからずっとですね、一曲、うわーっと作ってしまったので、まあ、それがこの曲、このバンドの代表曲になっているという、大変効率のいい感じなんですけど、聞いておいてください。
カッチーナさんとかですね怪しい人だったんだと思ったら知り合いだったんですで、そんな人いたっけと。で、どうもね、寝ぼけて名前を打ったらカッチーナになったという天才的な人なんですね。で、まあ、名誉のためにご本人は明かせないんですけども、まあ、そうやって曲を作るのが、私好きで、なんかこう面白いことがあると受け入れきたりします、はい、ということで、じゃあ、ね、中心曲もできそうですね。はい、じゃあレイニーなんとか珍しくね、楽しい曲バラード、正しいバラード。今回ね、あの最後明かり照らすって、あの日が沈むと綺麗になるっていうのを僕がやってましたのでね、あの日暮れに似合う曲をやっぱりやってこう、とかちょっとまあ暖かく明るい時間帯はどうかなと思ったんですけど、それ以外にそういう経過の夕暮れに似合う曲をまだ持っていないということがありました。まあちょっと1年以内にですね、再度チャレンジということで曲を買っていきたいと思います。はい、それでは、最後に、メインのバックという、まあ、動画で作ったような曲をI'm not afraid to die.
Thank you.
Thank you.